ミスが一定方向に行ってくれることと格好と飛距離しなる、ただしなりますけど、何でしょうか、あのものすごく安定するというか、あの自然にしなってくれるんで、はい、よろしくお願いします。僕の中で今結構左に行ってしまったイメージがあるんですけど、そんな行ってないですか。はい、まっすぐ飛んでくれてます。逃がしてみますって言った、まっすぐ行った。いやだから曲がり少ないんです、多分飛んでます。これトラックマンですよね。僕の今使ってるシャフトからすると何フレックス、 2,3 フレックス柔らかい気がする、フィーリング的には。だからもう本当にちょっとって思いますけど、振ったら芯があるし、ちょっと今5の X 打っていただいたんですけど、はい、ダブル X っていうのがあるので、ちょっとそちらでチャレンジしてみませんか。チャレンジ、ダブル X 響きがいいですね。あ、全然変わった。あ、変わった。より左消してくれますね。いいドローンですね。これいいですね。今ちょっと逃がしたね。はい、でもそんな曲がってないじゃないですか。曲がり少ないことないですか、このシャフト。ちょっと右、ちょっと右どういうことだこれすごい振りに行ったら捕まってくれるから、その分の得差は出ますよね。最悪の、ちょっと打っていいですか。はい、右プッシュですかね。いやでもなんだこれ、オートマチックにあのいろんなことしても大体この範囲にいてません。いてますね。あら、自分のミスをものすごく小さくしてくれるし、それに対して出た球の結果の積み重ねがものすごく自信につながって、でそのままどんどんこう気持ちよく振れるようになってくる。でしかもあの振った時にちゃんと捕まってくれて、左が来ずに、矛盾したこと言ってますけど、なんかそんなシャフトな気がします。